食べられませんが、割るとホクホクの焼き芋がお花紙で作れます。まず新聞紙を半分に裂き、ボールのように丸めます。黄色のお花紙を半分に折って、周りにちょんちょんと糊をつけたら、真ん中に新聞紙のボールを置き、周りから包んでいきます。この部分が切り口になるので、机に押し付けたまま周りからぎゅっと掴んで、とんがり帽子のような形にします。もう一つも同じように半分に折ったお花紙の周りに水のりをつけ、新聞紙ボールを包んだら、初めに作ったものと同じくらいの大きさにしましょう。これを2つくっつけるとさつまいもの形になります。紫色のお花紙を2枚重ねて、端を2センチほど破り取ります。それに水のりをつけて、切り口とところに巻いていきます。残ったお花紙全体にちょんちょんと糊をつけたら、手前から巻いていきましょう。もう一枚も同じように巻いて、全体をくるんでしまいます。端の空いているところから水のりの先を突っ込んで、内側にのりをつけ、ぎゅっとつまんで貼り付けます。余分なところは手でちぎり取ります。硬くてちぎれないときはハサミで切りましょう。お花紙が浮き上がっているところがあれば、水のりをつけて押さえつけて完成です。このまましばらく乾かしましょう。焼けたかな、まだかなと言いながら、湿っていないか確かめて、乾いたらさあ食べようと半分に割ってみると楽しいと思います。割った後のお芋は真ん中のところだけお花紙で貼れば、また割ることができます。軽いので両面テープなどで画用紙に貼って、壁面に飾ってもいいですね。大きな口を開けて焼き芋を頬張る絵を描いた上にね。